皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、この手の電源の決定版、使いやすさに感動したコスパ最強のミニ電源についてご紹介していきたいと思います。今日の内容は視聴者の方より情報提供をいただきました。ありがとうございます。また新しく超使いやすいミニ電源が登場していたんです。それがこちらのモジュールです。この手のモジュールってこれまでにもたくさんあったと思うんですが、これの最大の特徴は圧倒的なユーザビリティですね。とにかく使いやすくなっています。正直これ決定版に近いと思います。ちょっとした電気電子工作に超便利に使える電源モジュールなんですね。そして価格も最近かなり安くなってまして、こちら Amazon で3個入りで999円でした。1個333円ですね。これこの機能から考えるとめちゃくちゃ安くてコスパは最強レベルです。今回はこの電源の使い方、性能について調査を行ってみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。さて今回の電源、 USB の 5V を電源にして、出力側が 1.2V から 24V まで簡単に変換して使うことができる小高圧コンバーターモジュールなんですね。正直この機能だけでもかなり便利だと思います。そして入力の接続はここコネクタあるように USB コネクタを挿すだけで完了します。 USB のタイプ A のオス、マイクロ USB のメスもありますね。どちらも DIY では使用頻度が高いので2種類あるのは大変ありがたいです。そしてよく見るとここにハンダ用のスルーホールももちろんあります。実はここの部分を入力でして、ここ 2.54mm のピンヘッダーを使うこともできます。このようにタイプ A を直接させますね。これでもう接続は完了です。もしくは、USB ケーブルを使ってこちらのタイプ B に接続してもいいです。なおレビューにマイクロ USB のこのコネクターがもぎやすいとありましたけど、これよく観察すると、ここ左右2箇所でハンダで固定されているんですが、ここのハンダが不良になっているともぎやすくなると思います。私これ見た感じではしっかりとハンダしてあるんで、そう簡単にもげる感じはないですね。そして電圧の調整はここの下の部分のネジで行います。手で回せるタイプなんで精密ドライバー不要ですね。これも大変ありがたいです。そしてここの部分、大きく電圧をモニターしています。出力電圧を確認するためにテスターを用意する必要もないですね。これもめちゃくちゃ便利です。なおこちらのモニターって消費電力がそこそこ大きいですから、このモニターは消すこともできます。ここの下の部分にスイッチがありまして、ここを長押しします。電圧のモニターを消すことができますね。戻すときはもう一度長押しです。そしてこちら、この出力の電源をカットすることもできますね。その場合こちらを短く1回押します。ゼロと表示されます。出力がカットされますね。なおこの状態で表示を消すこともできます。出力を元に戻すにはもう一度短く押します。まさに至れり尽くせりですね。最高じゃないですかこれ。ここからはスペックについて確認していきたいと思います。こちら先ほど入力 USB の 5V と言いましたけど、なんと入力は 5V 限定ではなくて 3.5V から 12V まで対応しているらしいです。ここのハンダのスルーホールのところで接続すればいいですね。実際にどうなるか安定化電源でちょっと確認してみたいと思います。3.27V でもう動き始めてますね。12V でも動いています。次に出力側の確認なんですが、出力は
こちらのよくあるコネクターにつなげるタイプですね。もしくはハンダのスルーホールのどちらかです。今回どのぐらいまで変えられるかということで、下限から上限まで確認していきたいと思います。出力に電圧計をセットして、このモニターの値が正しいかの比較もしていきたいと思います。それではいきます。今 12V ですけど 11.99V、 すでにかなり優秀ですね。まずは反時計回りに回していきます。反時計回りに回すと電圧が減りますね。なお、この可変抵抗のネジは多回転タイプで、かなり何回も回す必要があります。その分微妙な設定ができるので、これはいいと思いますね。 1.2V、 これ以上はいくら回しても電圧が下がらなくなりました。次は時計回りに回して電圧を上げていきたいと思います。だいたい11回転ぐらいで 12V まで来ました。さらに15回転ぐらい回すと 26.3V で、これ以上電圧上がらなくなりました。電圧の精度はほとんど問題はなさそうです。これノブの長さが約8ミリとかなり長いんで、操作はしやすいんですが、その分曲げとかには弱くなると思いますから、あまり雑には扱わない方がいいと思います。次に変換効率についても確認してみます。変換効率は基本的に出力電圧によって大きく変化しますね。実際に使う電圧で一度確認するのが望ましいです。すべて測定するのは難しいので、いくつか代表的な電圧で確認していきたいと思います。まずは 5V から 12V ですね。これ以前の動画でご紹介した USB チェッカーです。ここに電圧と電流が表示されてます。出力に電流計をセットして、電圧と電流で電力を出します。これ計算すると変換効率はこちらのようになります。変換効率は 82% とさほど良くはありません。ロスは当然熱となりますので、これ温度測ってみると、多分このコイルのところだと思うんですけど、37度ぐらいまで上がっていますね。ちょっと電圧を上げてみたいので、負荷を150オームにしてみました。ちなみにこれ一度電源を切っても、当然設定時は保存されてます。ネジで調整するので、当たり前といえば当たり前ですけどね。電圧を上げていきます。この時の変換効率はこちらのようになります。変換効率は 76% で、基本的に入力から出力の差が大きくなればなるほど効率は悪くなる傾向にあると思います。ちなみにこの状態で消費電力 3.6W もありますから、これスペック上は 3W までなんで、ちょっと定格オーバーしちゃってます。45度近くまで上がっちゃってますね。今分かりやすかったのが、ここのインダクターが熱くなっていることでしたけど、これ実はこの7セグのモニターの下にメインの IC が隠れています。ちょっと映らないんですけどね。このメインの IC に加熱の保護機能もあるらしいんですが、ちょっと詳細はわからないです。ただ上にモニターがある関係で、このメインの IC にヒートシンクなどの放熱を追加することはできませんね。これめちゃくちゃ便利なんですけど、数少ない欠点の一つが、あまりパワーが取れないということですね。効率が変わる関係で、電圧にもよりますけど、 2W から 3W が限界となります。いくら電圧が上げられるからといって、
でかいモーターとかを動かすことはできないので注意が必要ですね。これまでは電圧を上げる方でしたので、今度は電圧を下げる方ということで 3V にしてみました。この時の効率は 69% ですね。ちょっと負荷が少なすぎて恐縮でしたけど、上げる方も下げる方もできるコンバーターというのは変換効率が悪いというのは確かなようです。次に 12V にした時の電圧の波形をオシロスコープで確認してみます。これを見る限りでは 20mV ぐらい上下してますね。周波数は 100kHz ぐらいでしょうか。まあこのぐらいの電圧の上下であれば問題はないのではないでしょうか。次にこちらのモジュール、ショートの保護機能があるみたいなんで、ちょっとぶっ壊しそうでやりたくないんですけど、ちょっとショートをさせてみたいと思います。いきます。なんか電圧がガクッと落ちましたね。いや、これは保護が働いていないんじゃないでしょうか。ひょっとしたらもっと加熱してきたら保護が働くのかもしれませんけど、なんか壊れそうなんでやりたくないですね。加熱の保護とショートを一緒くたに考えているのかもしれませんね。これは少なくともショートした瞬間に遮断するといった機能はないようです。まあ何らかの機器を接続していた場合は電圧がドロップしてしまうので動かないといえば動かないんですけどね。いかがだったでしょうか。今日は激安で買えてめちゃくちゃ使いやすいコスパ最強のミニ電源についてご紹介してきました。これ変換効率が良くないとかパワーがあまり取れないとか欠点もあるにはあるんですが、これまでの電源モジュールとかに比べると使いやすさが群を抜いてますよね。何しろこれ USB 電源つなぐだけで 1.2V から 24V までの広い電圧に対応できますし、リアルタイムで今の電圧をモニターすることもできて、なおかつ調整はここのネジで指で調整するだけです。出力のオンオフ、このモニターの電源のオンオフなど、かゆいところに手が届く機能も実装されてます。これ電気工作に非常に便利に使えそうなんですが、押しムラクはこれ基板がむき出しですのでケースを作りたいですね。 3D プリンターで簡単に作れそうですので、早速こちらのケースも作ってみたいと思います。もし今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回さよなら。